こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回は、公的種、イカリマモデルズですね。使いに行きましょう。ということで、皆様お待たせいたしました。ついに、公的種、イカリマモルが実装されました。で、能力の方は、ピンチ、伸び、切れ、打算し、リリース、制圧。で、ギズボナー、やる気効果が10、100乗っていて、筋力ボナー6、骨イベント率アップ、骨イベントボーナスか、が 120% の、まあ、もろもろがついているということで、ガチっていきましょう。ドエ、サドリ、古谷、沢村、オクタビアで守ると。で、千丸で招き猫持ち込みです。行きましょう。めちゃくちゃ楽しみだわ。そしてびっくり出てない。ここはスタミナから入りましょう。あー、なるほど。その連続びっくり来ないはやばいな。まあ、悟りだから普通に攻めてもよかったか。いいね。まずは宝石かな。逃げ玉。で、ま、あとは同栄、そして、ま、守るとかも結構びっくりしやすい方のはずなので、まあ、この通りですね。リリース取れないか。急速攻つこないかな、いきなり。おー、制圧。制圧結構来るな。で、先読みで、しっかりと評価を上げておき、これ古谷行きたいっすね。ちょっとまあ 17% は確かに気にはなるが。だったら一回休むのありかな。まあ星来てるんでアクセがね、いらんわ。雫取りましょう。おお、速球対抗し。うん。ここは一回休みでよくて、宝石を作りましょう。あ、いいね、いいね。悪くない。で、亀石作りたいな、なんとか。守る。リリースと、あとは、ここはもう取りましょう、さすがに。悟り全く踏めてないね。沢村の評価もやばそう。伸び、ありがたい。ダイナマイトもありがたい。そしてこれ、同栄じゃないか。まあ、ここ一回休んでもいいっすね、無理せずに。もうまあ足りているといえば足りているので、そんなに頑張ってオクタビア取る必要はない。どっちかっていうと、まあ同栄のびっくりの方が欲しいので、まあ多分するでしょ、そのうち。古谷か。星3もありだな。雫もう取れてますからね、言うて。星3取りましょう。うん、まあなんか、なんとも言えない感じですよ、今。まあ、悪くもないけど良くもないみたいな。アクセアは立てましょう。オクタか。まあこれはもうさすがに変化も光ってくれてますし。ちょっと同栄が来なさすぎる。それがいけない。同栄が来なさすぎる問題がいけない。おー、なるほど。まあ一回休んでもいいし、まあ、雫取ってもいいか。筋力メダル。まあ、取れないな、さすがに。で、これで、鶴橋は終わりですね。で、多分、悟りも、割かし、この、アクセサリー屋のおかげで進んでいるとは思うんだが、しかし。で、これは、同栄行きましょう。思い玉。同栄じゃなくてもいいのかな？技術メダル。ああ、まあ、沢村の評価も上げられるっちゃ上げられる。ああ、いいか。ここは同栄いきますか。打たれ強さ。ちょっとまあ、悟りの評価がわからないので、なんとも言えないんですが、悪くはなさそう。今のところの進行はそんなに悪くはなさそう。サクッと鶴橋進めちゃいたいな。いねえか。なかなかいないと進まないですからね。そこが、まあ、難しいところではありますが。うん、もうダイナマイトは手に入っているので、なんとか悟り引き出したいですが。で、アクセアはもう、お役ごめんで OK ですね。どえ？おーし、ナイス。それは全然いい。全然いいどころか、まあ揃ってきましたね。
で、ツルハシも、まあ、いけないことはない。進められないことはない。まあ、まず、同営行きましょうか、普通に。で、あ、同営っていいね。普通にまず同営行こう。コントロール。おお、いいタイミングで来るね、君は。これは悪くない。あー、まあ変化取りたいけどな。ここはさっさとデートを仕掛けたいなというふうに思います。で、まあダイナマイトサクッと立てましょう。俺も付き合うよ。イベント覚えてますからね。オッケー、ナイス。それ偉いわ。で、ここ立ててしまって、オッケーで、ダイナマイトも立てられて、よし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 、いいぞ。で、勾配も立てられるには立てられる。ただ、ダイナマイト行ったから、これはマジで、さっさと、星。ああ、沢村行っといた方がいいか。変化取りたいですけどね。急速骨もあるんで、ただ、沢村あげないとダイナマイト土管が、これ結構危険な水域にはあるな。ただ、ここの変化めちゃくちゃうまいっすね。これはさすがに守り行くか。これはうますぎる。うん、ダイナマイトもレベ2入りました。これまあいい感じじゃない？で、問題は、ああ、いけましたね。よかったよかった。亀石いけました。これはマジで助かったって話と、で、まあ、ちょこちょこ立てながら、沢村取りたいな、早めに。ただ、ここはさすがに体力回復しません。沢村をさっさと評価あげましょう。いいやつ入ってるんで、これで終わりのはずです。で、フルや1回目ですね。で、同栄と沢村。まあ、同栄が来ればベストだけどな。沢村が来たら、結構まあ、しんどいことにはなりますね、これ。まあ、宝石、これは沢村は拾えないな。カイザーラニシング。これ次ですね。で、急速依存なので、さすがに勝負できないな、これ。で、古谷も乾燥気味と。オクタビア。まあ、ここはスルーでよくて。さすがにまあ、もうなくなっちゃうんでね、結構いろいろ。スタミナ踏んでもいいかもしれません。まあ、黄色を集めとかないと、まあ、進むもんも進まんというのはある。これちょっと黄色を取りに行きましょうか。うん。こういった形で、ま、宝石をしっかり集めるのと、まあ、悟りの、おぉ、ラッキー。評価も大事ですからね。ここ上げちゃうか。で、まあ、悪くはなさそう。ああ、沢村か。どうしましょうかね。うん、星3取りましょう。さすがにでかいですね、星3も。で、悟りは、大吉出るとめちゃくちゃでかいので、正月期待したいっすね。まあ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 。で、ダイナマイト発生と。沢村、オクタビア、守るか。まあ、雫あるんで取りに行きますか。まあ、何かしらで、ちょっと強くしていくのか、まあこれくらいであればスルー決め込んでも全然まあ問題ないという感じはしますね。ちょっと同栄が来てマジで亀作れないと辛いな。 OK ナイス。でまあこれは強いっすね。待った甲斐がめちゃくちゃありましたね。まあ、おにぎりですかね。が、まあ、影響一番少ない。かな。
で、休息コツ待ってるとか言っている場合のあれじゃないんで、これはもう、強っ。緊急当番。まあ、安全圏万風くらいは取っていいんじゃないのかな。500。強っ。守る先輩やばいっすね。今の柿マックスじゃないですからね。ああ、強い強い。このダブルタックはちょっと拾っといていい、全然。ちょっと休息骨が、まだ来てないんだが。拾いにくい。とても拾いにくいね。ああ、でもまあ、そうですね。171まで考えると、まあ、確かに辛いもんはあるな。うん、ここは普通にスタミナ踏むべきですね。で、他作れるものもない。まあ、おにぎりはとりあえず置いとくほかないから。まあ、これで。ちょっと亀が取れないとな。このダブルタックはまあ普通に踏むでしょと。で、悟りが回復しないんですよね、この辺から。で、黄色を積むかどうか、今のうちに。積んどいてもいい。雫と亀がそのうち入ってくる可能性はある。ただダイナマイトが止まる可能性もかなり大きい。これ行くと、ダイナマイトが止まる可能性はかなり大きいですね。まあ、乗り越えるのが結構大変だと思うので。で、これは同衛だけど 43%。さすがに無理で亀を取って、ダイナマイトを増やすべきですね。これ行っていいのか、ゼロになるもんな。道具箱も今3か。これからバンバン作りたいですしね。一旦これ保留しといた方がいいか。一回休みましょう。で、5を作ってさっさと。ここに関しては、うわぁ、めちゃくちゃ出てますね。さすがにあそこの継続タック効きましたね。で、まずここを上げようと。変化取りたい、変化取りたい。これは取りたい。これはでかい。これはでかいので、宝石取って大丈夫かな ?2 個しかない。作ったらもう壊せないので、そこはすごく慎重に運ぶ必要はあると思います。筋力メダルいくか?筋力メダル、亀。亀か。ちょっと嫌だな。ツルハシ作りたいですからね、結局。今、この状況って。そのおにぎり作って、これで、いいかな。フォーバイブレベル上げれるもんね。オッケーオッケー。これでいいでしょう。で、変化。うん、バランスよく取れてきているとは思います。やっぱ、守るが変化で光るっていうのがかなり大きいですね。マジか、めちゃくちゃ、ダイナマイトするじゃん。強いし、これ。たった6しか使ってないのに、めちゃくちゃ入ってくる。これはお得。お得中のお得だね。ただまあ、これを、拾いに行けるか。なかなか石具合が。まあ、その、雫のところがね、マジで余裕あるんだけど。これは拾うべきでしょう。めちゃくちゃ強いっす。これでフレアが46ってのがやばいね。まあ、休息骨、おい、すごい来るね。どうしよう、これ。守るの雫をサクッと取るのもなしではない。ただ、雫石全然必要性を感じないな、これ。そうですね。今、雫石全く必要性感じないので、まあ、ここは普通に後ろで。負けられないんだよね。ああ、これはいいのか、どっちでも。経験点取ります。OK。で、両方成功した、深海道取れた。ちょっと、同衛まだかな。これ、変化取ってもいいかもしれないですけどね。で、やっぱ2しかなくなってて、結構きついと。で、ツルハシ、まあ、立てようと思えば立てれる状況ですね、今。
立てちゃっていいかな。難しいな。本来は、つらし行く前に、しっかりと何かしら二つ立てて進むのが、まあ、定石だと思うんですよね。ただその定石の動きが今できない。うん、ここはデートでやり過ごします。あとは変化が全然今は足りてないので、そこも。おーい！ナイス！えらい。わー、強いな。これは、行った方がいいかな。亀が全く作れませんがね。雫。雫で我慢するのか、まあ、このスタミナも普通に強いので、行きたいっすよね。うん、まあ、普通に強いっすね。どうしよう。このスタミナを取れば、まあ、結局石がたくさん入ってはくる。ただまあ我慢してもっとでかいのを狙うのも全然あり。あ、それはありだな。ちょっと我慢しようかな。石を別なの引き出してるけど。ただバランス的には取ってもいいか、やっぱ。そうだ。めっちゃ来るじゃん。スタミナでもいいですし、ここは亀を補充しとくのも全然ありだと思われます。で、まあ、全然ほんと来ないんで、宝石取って、いや、どうしよう、もう鶴橋行こうかな。鶴橋行って、もうこうしよう。で、これ取りますわ。急速攻つこないかな。あー、ピンチ。ここは回復しましょうかね。あとはまあ変化待ちですね。変化来たな。変化取った方がいいっすね、これ。で、まあ、当然ながら早速。あー、どうしよう。鶴橋ここでレベルアップさせると、結局無理になるな。ここは耐えるしかないですね。ここは、ここは正直耐えしかないな。うん、変化もまあ頑張って稼げてはいますね。で、ここで救いの、うわー、うまいなー、めちゃくちゃうまいな。もう二度と来ないけど、この星3も二度と来なさそう。あ、でも星はあと1でいいのか。もう鶴橋ゾーン抜けてますもんね。思えば。これ変化取りましょうか、じゃあ。これ二度と来ないと思うんで、こんなの。っていうところで、まあ、確かにうまくはいってる。量にはめちゃくちゃ見えます。うまくいってるようには見えます。ただまだこれ足りてないのかな ?270、900、1000、ダメですね。なるほど。技術、技術、技術。技術、技術。まあ、内角とか取るか。うん、これはまあ順調でしょうね。と思うんですが。いやー、ちょ、活気上げるの忘れたな、今。今もったいなかったな、ちょっと。活気が一段階だけもったいなかったっすね。今マックスなのかな、それとも。あ、ラッキー勝った。ラッキー勝った。今でも活気マックスじゃなかった。あ、行ってますね、ちゃんと。購買部上げまーす。うわぁ、なぜ同意このタイミングで来るのか。18%。しかもこれ強いな。強いな。ただ、ここで怪我あるのも、まあ、もったいないっていう話と。ただ、早めにそろそろ行かないとアウトにもなりかねない。ここ結構判断むずいっすね。グギったらめちゃくちゃでかいんでね、これ。しかも別にダイナマイトが全然大したことなくて、正直急速の方に行きたいっていうのは、まあ非常に思うところ。休むのもありかもな。一旦。いや、まだこれ全然その、掘れてないんですよ。まあすごい鶴橋とかがあるんで、まあある程度行ってるんですけど、ここは休みましょう。やめて。うわぁ。その癖はやばいな。
うん、これは弱いっすね。普通にデート行きましょう。沢村は来るなよ。わからないでいいかな。沢村終わってないよね、まさか。終わってない、終わってない。びっくりした。うん、待った会話あったんですが、ちょっと怖えな。もうちょっと待てるか。本当はこの辺行きたいな。触り癖ってなんかで治んないの？ここは落ち着いて一回休みましょう。で、これで星は足りたはずですと。監督いないかな。監督いなさそうですね。わあ、ちょっと怖いけど、これ精神に寄りたいな。精神寄りたいな。よし。まあ、点数はまあまあ出てますね。あとは、まだこのダイナマイト、でかいのいっぱい残してるんで、これは引きたいな。これ変化引きたいな。さすがに同へ行かないと間に合わないのはわかるんだけど。でも同へ行かないと絶対間に合わないよね。ワンチャンあるかなっていう気持ちで行くか。でも亀行けばこれもう亀立てれるかな。あと数ターンの間に同へがびっくりする確率ってどれくらいなんだろうっていう感じ。しかもサボり癖もついている。いやー難しいな。サクセスってこんな難しかったっけ。いやー、もうどういった方が良さそうだな。たまこの変化二度と来ねえな。勝負。変化はまあ大体いいでしょうって感じはしてきた。守るか。これ一回監督バックしましょうか。で、怒られたい。もしくはこれくらいで監督バック、あ、まあそうか、評価もある。あー、来ないか。もう練習で、まあこれもう立ててもいいレベルで、っていうか足りてねえ。ははは。これどうへ来る確率って何パーセントぐらいなんだろう。うわー、神。しかもコンコツ。ちょっと今半分くらい賭けでしたけど。素晴らしいですね。この変化強いけど、まあちょっとため気味でいいのかな。で、監督踏みましょうか。で、あと、星も踏みたいからね、これ。星というか。おー、ナイス。オッケー。で、ここはさすがにやめときましょう。いや、行ってもよかったかな。160キロあったな。ただ、やる気もなかったか。で、6月の1周ですね、今。で、これ立てちゃっていいよね。っていうのと、星が余ってれば、これ黄色も行きたいんですけど、星は余ってないんですよね、今、残念ながら。タックはシングル。ってことまで考えると、まあ、ここは普通にデートですね。デート安定ですね。遊園地で最大値上げましょう。あと1。これはま、なんとかなるな。おー、守備いいですね。守る。休息骨、くれ。あー、まあ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 。で、ダイナマイトしてくれてる。変化。おわー、これあと急速来たらえぐことがある。それはえぐえぐのえぐです。ちょ、落ち着いて。亀が、落ち着け。亀すごいツルハシ立てるとおかしなことになる可能性あるな。先にやっぱこれいきましょうか。ちょっとツルハシ立てたいんですけどね。
これはちょっといい感じになってきましたね。25。内閣とか取ってないな。要所。これえぐいな。あと休息なのマジで。これ休息来たら凄まじいことになりますよ。あとは変化はちゃんと枯渇した。枯渇寸前が精神か。真ん中潰していいかな。わあ強いね、強いね。139か、結構強い。いや鶴橋は立てたいっすね正直これ。亀うまく計算できるのか僕が。すごい鶴橋を立てるとまあ5ポイント消費の3ポイントなんですよね。で5ポイントはなんとかなる。亀が途中でなくなる可能性は大いにありますねこれいったら。ただこの賭けに勝てるとまあ相当大きい感はある。ただまあ一回休んで様子見るはありかもしれないですね。ただ単純に。ただまあコントロール来そうだよねこれ。勝負するか。そういうことですわ。まあなんか来る気配はしてたんで。これは勝ってるなマジで。これを休息連行くのかスタミナ連行くのかでまあだいぶ変わってくるかとは思われます。まあ、筋力、そうだな。てか、技術足りてるよね。多分ですけど、技術は足りている。まあ、スタミナ行った方が良さそうですね。ただ、枯渇が状況わかんないんで、どれがどうっていうのが今わかんないんで、それが、かなり不安。まあ、急速で押せ押せで行くのもありだと思いますし、11。でも、掘ってる数字は、14、15、16、8、14。まあ、一緒ぐらい。急速は3枚になってるからな、スタミナの方が行きそうな感じはするんだけど。まあ、コントロールが結局行くとは思うんですけど、まあ、バランスですよね、あとは。精神足りているのか。ちょっとわからない。ここなのか、ここなのか。まあちょっとダイナマイトのことも考えると。まずはここ行こう。おう、なるほど。体力の消費もあるな。ここ技術取っとくか。これめちゃくちゃうまくいってますね。で、さすがにしっかりピンチャンスね。うん、今スタミナ取っといてよかったかな、多分。なるほど、まだ金縛りのコツがゼロですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。球速でえぐいの来い。おあー、まあまあそんなもんか。あとはちょっと枯渇状況。あ、まあ、スタミナが寸前なので、まあ、大丈夫かな。多分。まあ、しっかり、この精神が言ってくれてっていう前提にはなると思うんですが、まあ、大丈夫そうだね。どうしよう。まあ、筋力とかは、ちょっと落ち着いてまずこれ砕こう。で、まあ、何にも立てなくてもいい感じらしいんですが、まあ、ここは立てていきたい。まあ筋力メダルでしょうね。うん。でこれでよくて、でまあここを踏んでいくのか、まあ精神踏んでいいか。休息骨今さら来られてもだけど、まあまだ171遠いよねちょっと。っていうことを考えると、まあ、ここでまず枯渇させて、行きたいなぁ。か、もう変化は来ないので、いやぁ、これで吹っ飛ばすのマジでもったいない。さすがにこっちか。よし、ナイス。来い！あー、来ないか。まあ、しょうがない。しょうがないけど、これ普通に強い。
うん、行っていいでしょうね。行っていいのと、ここ300点入ってくると。まあ、急速骨諦めでいいんじゃない？なんか作れるもの作って、まあ、おにぎりでもいいし。おにぎりいるかな？あ、まあ、いるか。一応あった方がいいか。で、いいんじゃないでしょうか。ここもなんか作れますね。ちゃんと最後まで作るスタイルで。まあ、作るなら勾配ぐらいか。で、終わりですね。不足になった。まあ、これは取っていいと。いやー、ちょっと、欲しいな。タック欲しいな。うん、バランスもまあ悪くない。かな。縛りコツ欲しいな。技術足んないわ。いきますか。いい、勝てました。ということで次行きましょう。枯渇狙い。ダイナマイト来ないか。これコントロールいったらめちゃくちゃできるけどな。3で枯渇するこれ。ちょっとやばいことなりましたね。これ3で枯渇する未来は見えないな。まあしないでしょうね。だったらこっち、まあポイントも大きいですし、普通に諦めでこっちでいいかな。まあ、ワンチャンスあるし。ダメで、もともとで。枯渇！うわぁ、ラッキー！超ナイス判断。これ完璧じゃない？今んとこ。しかもこれ。強。うん、これも行くわ。普通に。なので、まあ、変化踏めばいいか。ちょっと、バランス見ましょうか。多分、精神も足りてるとは思うんですけどね。普通に変化取っていいと思うんですけど。うん、変化いけます。めちゃくちゃ強そうだな、これ。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。まあ、分部の自動失点でめちゃくちゃ点が削減されたっていうすごいショックな。強いなぁ。70% はさすがにいけないですね。でも技術が、まあ、これ普通にこれでいいわ。何の問題もない。で、削りましょう。171ちゃんと乗っかったのと、ここもまあ大丈夫でしょう。ピンチとか取って良さそうだけど。うん。まあ、あとは終わった後で全然大丈夫ですね。行きましょう！はい、ということで勝てました。これはもうエース更新でしょう。まず間違いなく。さあ、どんなもんでしょう。まあ、8か9が乗ってると思うけどな。で、悟りもしっかりとマックス入ってますね。15、16ぐらい。おー、いいですね。これは期待していいんじゃないでしょうか。振っていきましょう。はい、ということで最終的にこんな感じですと。うん、強そう。お願いします。おー、いいですね。SS級先発の真ん中まで行きました。PG 先発もあと、特の2つぐらいですね。これは強い。と、皆さんにご紹介できた私でございました。はい。で、まあ、これで、なんとですね、エース更新とともに、まあ、絶対乗ったよな。はい、ということで、PG2 とかだな、中継ぎにしたら。はい、ということで僕も、これで PG8 か。PG8 ランクに乗ることができました。ありがとうございます。これは良かった。多分まあ、その僕の9時間ぐらいの生放送を見てくださった方は、こう、なんかこう、一緒に感動してもらえるんじゃないかなと、勝手に思っていたりはします。PG2 になってましたね。中継ぎにしたら、ちょっと恐ろしいことになってましたね。っていうところで、今回は、かなり、いい動画になったんじゃないかな、というふうに思います。よし！めちゃくちゃ嬉しい、今回は。本当に大変だった、今回は。はい、ということで、なんとかね、PG8 ランクも乗れて、エースも更新できて、公敵士怒り守るもうまくご紹介できて、最高の動画になりましたね。ぜひ、皆さんの、高評価、そしてコメント、めっちゃ頑張ったんで、お願いします！お願いします！まあ、フレアと沢村が50だったらな、とか考えちゃいますね、こうなると。いやー、あと本当に、
まあその得能を取れるポイントが残っていたので、いやまあほんとあと、いやあと2つとかだったな、あと2つ、うわーこれ多分テンポとか、あとはあれですよね、縛り子2も来なかったと思うんで、その辺がまあ痛かったなって感じですが、まあこれは相当強いキャラができたんじゃないかなというふうに思います。ぜひ僕のチャンネル皆さん応援してください。今後もこういう動画作れるように頑張ります。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。最高だぜ。